国鉄石3000系貨車は日本国有鉄道が1951年から製作した30トン石の石炭車である。本形式から改造された貨車である石6000系、保機650系、保機1900系、保機2100型についても記述する。車体は全構成。200方式は側開き式。台車は三千0三千五百九十九は、 TR-41A、赤3600以降は TR-41C である。最高速度は、空車時は時速 65km、赤車時は時速 55km。1951年から1965年にかけて2730両が、汽車製造、新三菱重工業、日立製作所などで製作された。 1968年10月1日、国鉄ダイヤ改正以降は、速度制限運用者に指定され、側面に最高速度時速 65km 以下を示す、黄色の帯が入ったほか、北海道地区で運用される車両は、黄色の字で、動外禁止の文字が入れられた。記号番号表記は、特殊表記符号、路を全知し、セ石と表記する。詳細は、 国鉄席6000系貨車を参照席6000系、路席6657席3000型は、積車時には最高速度が時速 55km に制限される欠点があった。これを解消するために、積車時でも最高速度時速 65km で運用可能にしたのが積6000系である。改造に際しては、台車の枕バネを柔らかいものに交換した程度である。 これにより、台車形式は TR41 バイトとなる。1968年に、岡山鉄道管理局所属の65両から開始され、その後は、広島鉄道管理局や九州地区の運用者にも、及び、北海道でも根村本線において、石炭車の脱線事故が多発したことを受けて改造され、1970年までに1509両が改造された。 1968年10月1日、国鉄ダイヤ改正以降は、速度制限運用者に指定され、側面に最高速度時速 65km 以下を示す、黄色の帯が入ったほか、北海道地区で運用される車両は、黄色の字で、動外禁止の文字が入れられた。記号番号表記は、特殊表記符号、路を全知し、牢石と表記する。 生石灰を輸送するために改造した25トン石のホッパ車である。1971年に給料が石3000型から改造された。改造に際しては、補機2800型と共通運用を行うため、車体高さを切り詰めて、重心を下げた上で台車をコイルバネ式の TR41D に改造することで最高速度を時速 75km に引き上げ、 補機2800型に準じた屋根や積み込み口を追加した。1979年10月より化星品分類番号94が表記された。美濃赤坂駅に常備され、補機2800型とともに、西濃鉄道中半線中半駅新港線、新港駅あるいは、新越本線無用高高原駅などへ運用されていたが、1985年に形式消滅した。 青函トンネル建設用セメント専用30、トン石発発車で1972年に3両が改造された。補機1900型とは別の車両である。速度制限運用車に指定され、側面に最高速度時速6 5トル以下を示す、黄色の帯が入ったほか、動外禁止の文字が入れられた。記号番号表記は、特殊表記符号、路を前置し、路石と表記する。 改造に際しては車体を撤去し、台枠の上にタンク帯を乗せ、台車をコイルバネ式の TR41D に改造した。発破車に分類されているが、形態としてはタンク車に近い。上磯駅に常備されたが、使用実績は低く、1982年に形式消滅した。釜石地区において、 石灰石と鉄鉱石を輸送するために改造した35トン石の発発車である。1963年から1969年にかけて41両が改造された。改造に際しては過重増に対応するため、ブレーキを手動切り替えの石空ブレーキに変更したが、運用区間である釜石線は型勾配によるブレーキ臭の摩耗が激しかったこともあり。 1969年にブレーキ装置を大幅に改良するとともにセーリン号をレジン州変更した。台車もブレーキ張りを強化したため、台車形式は TR41C-2 となる。1968年10月1日、国鉄ダイヤ改正以降は速度制限運用車に指定され、側面に最高速度時速 65km 以下を示す黄色の帯が入った。 記号番号表記は特殊表記符号、を前地し、路席と表記する。釜石駅に常備され、上、有住駅及び陸中大橋駅との間で運用されていたが、1980年から廃車が始まり、1985年に形式消滅した。北海道地区と九州地区で運用される車両は、河川電圧 20KV の交流電化区間があり、 関連事故防止のため、つま板上部にあるブレーキハンドルをつまめに移設した。本形式は北海道の他に中国、九州地区などでも使用された。また、国鉄では運用の効率上、1950年代までは鉱石輸送用発破車の使用を認めなかったため、特定の荷主、区間では石炭車の使用を認めた。このため、本形式は、 汎用発破車の代用としても使われ、積み荷も石炭だけでなく、石灰石、鉄鉱石、硫化鉄鉱、天災などの輸送にも使われた。国鉄分割民営化に際しては、日本貨物鉄道に、石3000系81両、石6000系536両が継承されたが、石炭産業のスイ最後まで運用されていた峰線、峰駅、宇部線、 宇部公益間の石灰石輸送もトラック輸送に切り替えられ、石6000型も1998年までに全廃された。1979年3月12日6両が太平洋石炭販売輸送に譲渡され石、石3001、石3006となった。1980年11月28日5両が、 太平洋石炭販売予想に譲渡され石、石3007、石3011となった。これにより、根室本線では、石1000系、石3000系の運用が禁止された。初代は、カーバイド専用の発発車で、後の補機6500系。ありがとうございます。